久しぶりにね、広角機動隊をね、撃ってきたよ。これはね、俺、この日がね、撃つの2回目で、初撃ちではね、5回転ぐらいかな。わからんけど、とりあえず10回転以内で当たって、で、まあ、初当たりこそめちゃめちゃ早かったんだけど、まあ、3連とかぐらいでね、終わってしまって、だもんで、ね、ほとんどね、通常時、もう全く知らん状態でね、今日、久しぶりに打ってみたんでね、また今日もね、早く初当たり引けるのかどうか、見てみて。わしだ。総理をうまく説得できた。メンバーを全員休暇に就任させろ。他に命令は？死ぬな。必ず生き延びろ。さっき課長から暗号通信を。もうじきここを軍の特殊部隊が制圧しに来るだろう。軍の出動が臨時閣議で承認されたのが全ての終了。よくある話。装甲じゃいくら撃っても足止めにならない。対象を収容、撤収する。びっくりしましたか。この台いただきました。さあ始めましょう。びっくりしましたか。この台いただきました。さあ始めましょう。
全回転見てしまったね。ST 中だったけれども、まさか全回転までね発展していくとは思わなかったね。エヴァナインかケージ以来かな、どっちが後だったかわからんけど、まあその辺以来の全回転だったね。俺たまにね、まあケージとかエヴァナインはねそこそこ打っての全回転だったけど、めったに打たないような機種をね、フラッと打ってね、全回転するっていうことがね俺過去にもあって、ミッドナイトラスベガスだったかな、なんかそんなような台、謎の台でも、全回転をね、予想外に見てしまったこともあるからね。まああれの全回転はようわからんかったけど、この広角機動隊の全回転はね、もうかなり短い時間だったけどもかなり感動したね、これは。で、まあ、アニメどんなんなのかなってちょっとね、見てみたいなと思ってしまったね。で、まあ俺過去にはねこのパチンコが元で、アニメを見始めたものもねいくつかあって、まあ鈴宮春日もそうだし、それからメゾン一国もそうだしね、あとエウレカか、まあ全部ね、まだ見切っていないどころかだいぶ途中な段階なんだけど、またねこれぜひ最後まで見たいなと思うアニメばかりでね。で、まあドラゴンボールもね、ドラゴンボールはパチンコ全く関係ないけど、まあ過去に何度も最後まで見とるけども、毎年ね見たくなるし、もう見たいやつばっかりでね、という感じです。以上アニメオタクの、横綱でした。ふっ。